分前バーナー。分前バーナーはガスの流れにより無加圧の一時空気を吸引させる構造のガスバーナーである。この装置は可燃性のガスを流速を制御しながら安全に燃焼させられる。天然ガスや液化石油ガスを用いるバーナーとしては最も一般的である。天然ガスの主成分はメタンで少量のエタン、プロパン、ブタンを含む液化石油ガスは プロパンやブタンである。文前バーナーが開発された当時は、石炭ガスが用いられていた。文前バーナー以前は単に噴出するガスを赤火で、拡散燃焼させるのみであったため、炎が大きく、ススの発生があり、ガスの熱源としての利用が、浸透しなかった。ロベルト文前によって発明されたというのはよくある、誤解である。彼の名を冠してはいるが、実際に、初期設計したのは、 ハンフリー・デイビーとその助手、マイケル・ファラデーであり、1828年には、ファラデーによる重要な改良が施された。1855年に、ハイデルベルク大学科学教室教授の文前と、同大学の装置製作技術者であるによって、さらなる重要な改良が加えられ、ほぼ現在の形となった。現在使用されている、ガスコンロも、構造的には、ほとんどが、文前バーナーである。 近年ではアルコールランプに代わって小中学校の理科の授業などで比較的よく扱われる。実験用としては現在の日本ではガス調整林の上に空気調整林を備えたテクルバーナーの使用が一般的である。このバーナーはガスの供給口がついた土台とそこから垂直に伸びる筒を備えている。ガスは供給口を経て筒の底の小さな穴を通り 筒の中を上向きに流れていく。筒の下場には側面に空気を取り込むための穴が開いている。空気はベンチュリ効果によってこの穴から継続的に取り込まれる。ガスは筒の上端で燃焼し、一旦点火されれば燃え続ける。分前バーナーを取り扱うにあたっては、着火から炎の調節、消火といった一貫した手順がある。やや面倒ではあるが、 安全に取り扱うためには必要不可欠な手順である。また、細かな調節によって多彩な状態で炎を取り扱うことができる。ここでは、一般的に理科の教材などで使用されている手順に沿って記述する。まずガスの流入口と空気の流入口を閉じた状態であることを確認してから元栓を開き、次にガスの流入口を少し開いて、マッチなどの火種を使って、 着火を行う。これは口述する青色炎が視認しにくい場合があることや、急激な着火やガス漏れなどによる不意の事故を防ぐため、安全に着火を確認するために必要不可欠な操作である。着火を確認したら、その後ガスの流入量を調節して、炎の高さを調節し、次に空気の流入量を調節して、炎を適切な状態へ整える。 消火を行う場合は逆の手順で行う。空気の流入口を閉じ、その後ガスの流入を完全に閉じて、消火を確認したら、元栓を閉める。これは次回使用する際の安全のためにも役立つ。また長時間使用した後の分前バーナーは、放射熱により、本体が熱せられている場合があるため、火傷などへの注意が必要である。炎の温度や状態は、 空気の流入量やガスの量に大きく影響を受ける。空気の流入量は炎の燃焼状態に影響を与える。これは筒の底の管を回転させ空気を取り込む口の大きさを変えることによって不死できる。管を回してガスが燃焼する前により多くの空気と混ざるように調節すると炎はより高温になり暗く青くなる。バーナーは一般的にこの 青色炎の状態で使用することが好ましい。青色炎の状態はガスが完全燃焼している状態である。炎の大きさはガスの流入量によって変化させることができる。ガスの流量を増やせば炎は大きくなるが同時に空気の流量の調節も必要となってくる。炎の構造は青色炎の状態では明度がやや高い内炎とその周囲に広がる。 比較的暗い外縁からなる。この外縁の上部が最も高温となり、その温度は摂氏1800度ほどにも達する。一方、空気取り入れ口を閉じると、ガスは出口部分の空気としか混合しなくなるので燃焼の効率は悪くなり、明るいオレンジ色の炎になる。この状態では、炎の温度は比較的低い。このオレンジ色の炎は、 スすの微粒子が加熱により白熱しているため気度が高い。高温で暗い青色炎と比較すると明るく大きな炎となるが、これは不完全燃焼の状態であり、炎は安定せずスすも生じる。ガスバーナーには普通は点火のための構造がついていない。また、火の大きさの調整などもあまり簡単に操作できない。そのため、短時間ずつ何度も使いたいなど、 頻繁に点火と消火を繰り返す操作には向かない。微生物学などでは、器具の火炎滅菌などに、このような操作が必要なので、特に火種を持ったガスバーナーが作られている。火種は、細いガス管で供給され、筒の口のところに常に小さな炎を作る。本体へのガスの供給は、足元のフットスイッチで操作し、これを踏むとその間だけ作業用の大きい炎ができる。 クリーンベンチには大抵組み込まれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。